1回表に3番堀町のレフトへのタイムリーで1点を先制した東海大菅生。4回にも相手の守備の乱れで1点を追加、試合を優位に進めます。菅生は6回裏に先発桜井から2番手松永へ。この系統が試合の流れを変えます。駒大高ワンアウトで2番都市だ。ショートゴロ、ここで菅生の守備が乱れた。都市田は2塁へ。3番ほど原、センター前に運んだ。ワンアウトランナー1塁3塁。4番掛川はフォアボール、ワンアウト満塁。長打が出れば逆転の大チャンス。打席には5番相生、フォアボール。押し出しで駒大高が1点を返します。なおも満塁。ここで菅生はエース本田をマウンドへ送ります。6番矢崎、空振り三振。7番近藤、ショートゴロ、エースの意地、ここは同点にはさせない。突き放したい菅生は8回表、ワンアウトランナー1塁3塁のチャンスに7番小山。ショートへの強い当たり、これがタイムリーになった。待望の追加点を奪います。再び流れを呼び込んだ菅生、さらにエース本田の2点タイムリースリーベースでこの回3点を追加。5対1と終盤でリードを広げると、投げては本田が登板した6回以降、駒大打線をノーヒットに抑える好投。東海大菅生が5対1で勝利し、8年連続ベスト4進出を決めました。